3番のパー3、後藤未有のバーディートライ。やはりバーディー先行で行くっていうのはね、選手の中でいい流れを作りやすいですよね。4番のパー5です。バーディーの後、これもいいショットでしたよね。ピンに当たって当たりましたね、はい、タップインで連続バーディーになりました。同じ組の佐久間朱莉の第3打です。これは柔らかいアプローチでしたね。柔らかかったですね。吉本ひかるのバーディーパット。6番のパー4、距離が出て左のラフから穴いらら、ね、こんなあんなとこからセカンド打つかあまり見ないですけど、本当にすごい。ラフからも高い球で止めてきましたね、はい、バーディーにつなげました。8番のパー3です。神谷そらのバーディーパット。飛ばし屋なんですけど、ショートでのバーディーも、ね、しっかり取れてるんですよね。9番、見事なセカンドを見せたのはジョン・ミジョン。これは素晴らしかったですよね。バーディーにつなげます。同じ9番です。川本優のセカンドです。ティーショット少し手を離したんですけれどもね、このセカンドではいいバランスでチャンスにつけましたね。14番のパー4です。この辺あたりのこの第24組は飛距離のアドバンテージを本当に生かして、はい、こんな番手で打ってるのっていう感じでずっと見させて、ね、もらいましたね。短い番手でしっかりピンを狙っていける、はい、そういう攻め方から桜井心那、さらには穴井ららバーディーにつなげます。17番のパー3、ここでも神谷そらはバーディーを取ってきました、はい、長いのが決まります。パッティングでしたね。これも